朝ドラ朝が来たあらすじ予告1月25日月放送分危機物語カノヤに朝を驚かせる思いがけない客が訪ねてきました。ハツとキクが愛之助を連れてカノヤにやってきたのです。ハツたち一家が何年ぶりかで大阪にやってきたのは、三能寺屋の先代当主の法要を営むことが目的でした。 2人の息子を育て上げた初は,はすっかり母親らしくなり、きくも愛孫の学費を得るために懸命に働き、堅実な生活を送る穏やかな女性になっていました。朝、豊野はそんな2人を心から歓迎しました。4人の女たちはそれぞれの家のこと、子供のことなどを語り合い、話は尽きません。一方の新次郎はかつて我が子のように愛した愛之助との再会を。 心から喜びました。愛之助が両替屋に興味を抱いていることを察した進次郎は愛之助に鹿屋の店の中を案内自分の成果の家業でもあった両替屋の様子を愛之助は興味深く見つめるのでした。